お願いいたします。この度国家公安委員会委員長、国土強靭化担当大臣および内閣府名担当大臣、防災担当大臣を拝命いたしました小此木八郎でございます。総理からはそれぞれの担当分野について5点の指示を受けました。政府の治安対策の責任者である国家公安委員会委員長という重責を担うことになり、身の引き締まる思いであります。我が国の治安情勢は刑法犯認知件数や交通事故死者数が減少傾向にあるなど一定の改善が見られる一方、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据えたテロ対策の強化やサイバー空間への脅威への対処、新時代の刑事司法制度に対応した警察捜査の構築、人身安全関連事案等への的確な対処、暴力団対策、交通事故抑止対策、警察の災害対応能力の向上等、引き続き対応を講ずべき課題が山積していると認識しております。良好な治安は国民生活の基盤です。日本を世界一安全な国にするため、これらの治安上の諸課題への対処に全力を尽くしてまいります。国土強靭化についてですが、東日本大震災や昨年4月の熊本地震、今年7月の九州北部豪雨をはじめとする多くの災害が発生し、首都直下地震や南海トラフ地震の発生が懸念される中、強靭な国づくりは喫緊の課題であります。このため国土強靭化基本計画等の着実な推進を図るとともに、同計画の見直しに向けた取り組みを本格化させます。また地域計画の策定支援や民間の取り組みの促進を行い、オールジャパンで強力に国土強靭化を進めてまいります。